なるぼ。素人ドラゴンとテレビアニメ東京リベンジャーズコラボイベントが開催ぬぼ。期間中はコラボ限定キャラ東京卍会やコラボ限定のキャラ置き替えが手に入るぬぼ。今回はこれらのコラボ限定アイテムの入手方法やキャンペーンなどを紹介していくぬぼ。今回のコラボで限定キャラ東京卍会が登場ぬぼ。東京卍会はポスト2で召喚できる中型進撃キャラぬぼ。そしてスキルは特攻。発動すると雄たけびを上げ前方の敵一体をターゲットしてその敵に向かってダッシュ。ターゲットにたどり着くと攻撃してダメージとともに相手を少し吹き飛ばすぬぼ。特攻の効果はそれだけじゃないぬぼ。雄たけびを上げた際に近くに他の東京卍会がいると連鎖してスキルが発動。一斉に敵に向かって特攻するんだぬぼ。なおスキルが連鎖するたび最後の吹き飛ばし攻撃の威力が増加するぬぼ。他にも東京卍会が倒された時も近くに他の東京卍会がいると連鎖してスキルが発動。やられてしまっても他のメンバーでリベンジするぬぼ。この東京卍会は期間中に登場するコラボのアバタマで当たる特別なキャラ卵ぬぼ。複数回手に入れることで専用のお着替えも入手できちゃうぬぼ。なんと東京卍会メンバーたちにお着替えできちゃうぬぼ。キャラごとにボイスも変わるのでお着替えを手に入れたら好きなキャラで戦いに挑むぬぼ。他にもコラボのアバタマからは天使専用のお着替え、ひなた、なおと、カズトラのなりきりセット、さらにハンマーシュージモチーフのバーサーカー激レアお着替えが登場ぬぼ。激レアお着替えは入手するとステータスが少し上昇するぬぼ。コラボ期間中にはアバタマチケットのプレゼントもあるのでぜひゲットしてほしいぬぼ。続いてコラボイベントとキャンペーンを紹介していくぬぼ。コラボ期間中は東京卍会を使ってキサキテッタに扮する剣士に挑むレア上昇イベントが開催ぬぼ。一定数レア上昇を撃破すると剣士お着替えキサキなりきりセットが獲得できるぬぼ。他にもハンマシュージに扮したバーサーカーたちが攻めてくる襲来イベントや東京卍会を使ってステージクリアに挑戦する SP 討伐イベントが開催されるぬぼ。これらのクリア報酬ではルビーやドラゴンメダルなどがもらえるから必ずチャレンジするぬぼ。さらにキャンペーンも盛りだくさんぬぼ。コラボ当日からは CP やアバタマチケットがもらえるログインボーナスのほか、 Twitter ではテレビアニメ東京リベンジャーズブルーレイ第1巻から第3巻セットや Amazon ギフト券が当たるキャンペーンも開催中ぬぼ。テレビアニメ東京リベンジャーズコラボは12月15日23時59分まで。ぜひお友達と一緒にコラボイベントを楽しんでほしいぬぼ。というわけで今日は以上ぬぼ。みんなチャンネル登録よろしくぬぼ。バイバイぬぼ。